こんな風にななううににりりたたいいいか。でです。す。そ生き幸せじゃあその秘密を有料で教えてやるってちょっとしたコツや誰も教えてくれない何かノウハウみたいなものがあるふりをしてるっていうのがやっぱ僕はあのいい商売の仕方には思えないんで好きじゃないんですけどもで夢っていうのは夢を見るっていうのは素晴らしいことなんですけど夢ってねがっって知って知ますか。あらゆる夢って利子がつくんですよ。自分の才で、 食っていこうと決心した人間は勝つか負けるかの二つしかないんだよ。ファイヤーという言葉はですね。F-I-R-E と口走る人が増え出しました。これ最近多いです。僕のところの質問でもですね、僕はファイヤーを目指してるんですかっていうのが書いてあって、何かっていうと、Financial Independence and Retire R 略語です。つまり、 手っ取り早く何億も稼いで経済的な独立というのを目指すリタイアあり30前に仕事を辞めたい早くお金を儲けてで今の仕事を辞めてあの食うための仕事というのを辞めて30前にですね何もかも好きなことだけして生きていけるという自由を手に入れたいとそう思ってる人すごい多いんですよねその後は好きなことだけして生きていきたい いやでもね、好きなことだけして生きていくって言っても、それが嫌になって引退しちゃう人もいるから、まあ人間も難しいんですけども。なので、そのファイヤーを目指す人にとってですね、やっぱ大事なのは、気になるのはですね、どうやって手っ取り早く稼ぐかな。 30万円に引退したいわけですから、投資かとかですね、投資するのですかとか、ビットコインですかっていうようなことになるんですけども、2年前にですね、僕がまだテレビに出た時代にですね、ブラマヤさんの番組でですね、若手の芸人がいっぱい来るような番組なんですね。で、そこで若手がみんな、その2年前の段階で,です、ね。若手が、 ほとんど全員がですね、ビットコインに手を出したんですでどのコインが値上がるか値上がらないかとかずっと話したんですけども、僕は聞かれたら。とりあえず、全部やめとけっていうふうに言ったんです。いや、そんなもう、どれがいいかどれが悪いかじゃなくて、すべて悪いに決まってるから、まず今売れるんだったら今のうちに売っとけていったら、もうほとんどの人が、今たまたま下がってるから売れないけどもっ <laughs> ていう,う,言うんですよね。みんなもう、もう引き返せないんです。ただでさえ僕ら貧乏なんです。貧乏なのに無理してビットコイン買って、これが値下がりしたら、もう本当に終わりなんです。 だから引き返せないんですって言ったんですけども、まあ、結果的にやっぱりみんな不幸になったわけですよね。でじゃあもっとビットコインよりも安全で効率のいいビジネスとは何かということですね最近流行ってるのがもうやっぱ。 オンラインサロンっていうやつですよね。好きなことだけやると宣言して、僕みたいになりたい人集まれっていう風にして、こう人集めるわけじゃないですか。そういう人からですね、毎月500円とか、多いところでは毎月2万円っていうところもありました、ね。2万円ぐらい集めて、どうすれば僕みたいになれるのかっていう、そういうお話、ありがたいお話を毎日毎日こう聞くことができるわけですね。なので、オンラインサロンっていうのは新しい宗教っていう風にも言われるようになりました。でも結局ですね、 そういうオンラインサロンでもうまくやれるのは一部の人間だけなんですよね。一部の人間というのは広池もそうですし、広池オンラインサロンやってるわけじゃないですけど、広池とかホリエモンとかですね、金グの西野くんとか、オリ合いの中田くんとかですね、そういう彼らって結局頭の良い,い人たちなんですよ。頭の良い,い人たちであって、プラス最初から頭の良い,い以外に、 何か持ってる人たちっていうのが多いんですよね。頭のいいそういう人たちからですね、その効率のいい儲け方、生き方とかですね、金儲けを教わった人っていうのは、結局どうなるのかっていうと、さっき話したですね、若手芸人のビットコイン地獄と同じようなことになっていると僕は思います。頭がいい人が作った仕組み、考えた仕組み、やり方っていうのは、なんかね、やっぱみんなできないですよね。だからそういう仕組みにですね、お金をですね、払って、彼らの、まあ言い方悪いですけど、養分になっているだけの人がですね、 オンラインサロンに入っている人には僕はあまりに多いというふうに思っちゃうんですよね。オンラインサロンが本当に完全に趣味で、 俺の話聞きたいかじゃあこんだけ払ってくれ。ああ、聞きたい聞きたいだったら僕全然否定しないんですよ。僕がやってることも似たようなもんですし、それはですね、対等取引だって思うんですけども、そうじゃなくて、こんな風になりたいか、なりたいです。そういう風に生きれたら幸せです。じゃあその秘密を有料で教えてやるって言った瞬間に、そういう風になってるっていうのはあらかじめ頭がいいとか遺伝子的になんか有利なところがあるからに決まってるのに、 この格差を認めずに努力や手法やちょっとしたコツや誰も教えてくれない何かノウハウみたいなものがあるふりをしてるっていうのがやっぱ僕はあのいい商売の仕方には思えないんで好きじゃないんですけどもいやまあもちろんですねオンンンラインサロンやってる人の大部分は、 善意の人が多いんですよ。またこれが困ったことに。オンラインサロンやってる人が悪意の塊で騙されてるんだったら話楽なんですよ。でもそうじゃないんですよ。能力主義の人は自分が持ってる差別感情が見えないんですね。世の中には能力がない人もいれば自分が言ったことをできない人もいるっていうことがどうしても見えないんですよ。なので、 なんでできないんだろうもっと教えなきゃダメなのかもっと授業時間を長くしなければダメなのかもっとなんかこう、シンガポールからみんなに伝えなきゃダメなのかというふうにですね、努力をこう、絞り出しちゃうわけですね。それでは解決しないんですよ。できないんだからですね。頭のいい人にはですね、なんで彼らのファンがですね、できないのか理解できないですね。ここは理解できないです。誰でもあのなんか努力すれば成功できますと。本当ですかっていや、あなたにとっての成功ですと言ってくれないわけですね。 能力社会っていうのは知識階級社会だから、でもそれって最初からいろいろ遺伝的にというか環境的に、もしくは人脈的にいろいろ持ってる人たちが、やっぱり有利なことには変わんないんですよ。知識社会であろうとも。人よりですね、優れた見た目を持っている。有利ですね。人より才能を持っている。人より骨を持っている。親が財産がある。頭がそもそも良いですね。同じものを食べても太らないもうそうですよ。努力や、 考えることと自体が嫌にならならい遺伝子普通の人っていうのはだいたい30分か40分くらい物を考えたらしんどくなったり5分でしんどくなったりするんですけどもでもそうじゃない人は2時間3時間物を考えてメモをしてそれを抽象的なレベルに上げてそれを具体的な物事に落とすいうことができるんですけどもそんなことできない人が大部分なんですよ、ね、でもそれが こういううういいロジカルシンキンキグのノウウハを使えばっっていうふうに言っちゃうんですね。なかなかなんかきついことだとだ思います。思考は現実化するっていうんだけども人間100人いたとするじゃんこの100人の人たちが思考は現実化するっていうのを、まあ、本気にして信じたとしようでこの100人の人が信じたとしたらおそらくこのうちの5人ぐらいは成功するんだ5人ぐらいはちゃんと例えば一軒家持ちたいとかさすごい美人と結婚したいとかさどんな夢でも100人ぐらいがまとめて努力したら5人ぐらいかなうんだよね。で こここののうちの30人ぐらいがそこそこなるんだ。でも当たり前なんだけどさ65人はダメなんだ。これもあの冷たい統計値みたいなもんで100人ぐらいの人が一斉に思考上げに使すると思って自分の目標に向かって成功したら5人成功して30人ぐらいはそこそこってこれの割合はあんまり変わらないともちろんこれが優秀な人たちでやってもちょっと上がりそうな気がするんだけどさ 実はあんまり変わらないんだよね、面白いことに。優秀な人たちっていうのは過剰な目的を持ちがちだから、やっぱ成功率はそんなに上がってこないと。なので、この5人が自分たちと成功したというふうなことでセミナーとか開くんだよね、一斉に。この30人がその周りに群がって、「そうだそうだ!」って言うんだよ。で、65人が、「あ、なんか俺が聞いた方法ではダメだったけども、 この人たちのやり方だったらいけるかもしれないと思って参加するというふうなことで今「働きあり」の法則って書いてる人がいたんだけどもこれが統計的な考え方ってやつだよね。じじゃゃあどういうふうういいふに考えるべきかっていうとさ、じゃあ 所詮こうなんだから思考は現実化するなんていうのは嘘だそんなことはないんだよつまりこの中のどこに入るのかっていうのは相変わらず思考は現実化するっていうのを本気で信じて頑張ったやつだけがこの100人のグループに入るわけだこの100人のグループのそそ外には1万人のグループがいてさもう何やっても無駄って思ってんだよね。<laughs> で。 このセミナーとかさ友スさんにしてもあの多分勝間さんにしても基本同じなんだけどもこのの人たちの割合を上げることはすごいい難しいんだこれ100人のうちの5人の成功者を6人7人って上げるのはとんでもなく難しいんだけどもでも1万人ぐらいのぼんやりしてるやつをだから頑張らなきゃいけないんだという100人に持ってくることはそんな難しくないんだよだからこの何やっても無駄かと思ってる人をこちら側のやればできるかもしれないと思うところに持ってくることによって これを200人300人すると成功者は10人15人っていうふうに何倍にも増えるわけじゃん。つまり分母を増やせば、 結果的なこの分子数も増えていくわけだよなだから政治は何やっても無駄だとか投票は何やっても無駄だっていうのも全く同じ構造で政治に関心にある人が集まってもやっぱ喧嘩ばっかりしているからその中で優秀なやつっていうのはわずかだしほとんど人間は足の引っ張り合いしてるんだけどもでも政治に全く関心がない層が関心があるところへ移ることによって政治に関して考える人の基本レベルが上がることだけは間違いないんだよ。なので俺こういうね思考は現実するっていうのが本当かどうかって聞かれたら。 本当の部分もあるし、まあ嘘の部部分分ももああるるし嘘よなで、えー、どちらかというとそういう夢っていうよりは目標だよね具体的な数字化できる目標とか具体化できる目標っていうのは持った方がいいよっていうのはこの仕組みがあるから。この中にに。入らずに この100人の人中に入って、ダメでもそれ構わないじゃん。それは自分が博地の場に立ってサイコロ振って負けたんだからいいんだけどさ最悪なのはサイコロ振らずに人生終わっちゃうことだと思ってるからさこっからこっちに行く方は俺はいいことだと思うよだから勝間さんにしても友樫さんにしてもああいうビジネスっていうのは俺いいことだと思ってるよ。で夢っていうのは夢を見るっていうのは素晴らしいことなんですけど夢ってね利子がつくって知ってますかあらゆる夢って、がつくんですよ。 利息がどんどん増えてきて、いつか支払いを求められるわけですね。アイドルになりたいとか、漫画家になりたいとか、アイドルと付き合いたいとか、西洋さんをお嫁さんにしたいとか。夢はね、タダなんですよ。 ただ夢には利息がついて人生を越してきて5年10年後に利子がガーンと返ってくるからですねちょっとこの僕の配信ではですねちょっと夢には利子がついてそれはなかなか可視化されない30とか35になってうわーっていう時があるのであ,のあんまりえ無責任な夢は出さないようにしていますすみません。若いい時は才能があると勘違いし、 自分の力で文章を書いて生きていけると思いましたがさすがにもはやそんな力はないのだと自覚しました就職など微塵も考えていませんでしたが自分を信じた不憫な嫁さんと我が子に少しでも貢献したいと思い仕事を探していますちなみに親戚の方には紹介または親戚の下で仕事をしましたがあまりのハードさにやめたためもう頼れませんああもう どうやって生きていったらいいのかわからないレベルです。<laughs> 簡潔にまとめます。岡田さん、助けてください。<laughs> いや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 すげえな。すげえの切っちゃったよな。<laughs> いやもう俺途中まではうんって思ったけど途中からちょっと待てよ。四十八歳フリーターって書いてるの見て。三十五歳だったらわかる。ギリ三十五だったわけで四十八だろ。うあん、まあ助けてやってよって今コメント出るけど。 あのね、「助ける云々以前に多分ね自分の状況っていうのがね整理されないのがしんどい理由だと思う。うーんとね、自分の力で文章を書いて生きていこうと思ったっていうのはまあ俺も同業だからわかるんだよ。僕もほら本書いて生きてるわけじゃん。で世の中にはそういうふうな役者になって生きていく声優になって生きていくアニメーターになって生きていく漫画家になって生きていくそういう人生を歩んだもしくはチャレンジした人っていっぱいいるよね。で 普通の人とと僕らとは違うんだ。それは普通の人はね負け犬っていないんだよ普通の人に負け,負けた人とか負け犬というのはいない確かに受験に失敗したとかさ思ったところに就職できなかったとか失恋したっていうのはそういう人はいるかもわかんないけどそれはその人たちの人生の分岐の一つでしかないんだでも僕らみたいに自分の才覚で食っていこうと決心した人間は勝つか負けるかの2つしかないんだよ本当に。 でその勝つか負けるかの2つっていうのは年齢によってチャレンジできる限界線っていうのがあってそのまあ限界いっぱいまでチャレンジするのは勝手なんだけどさあのさ結論出てるんだよ。で俺らの人生には勝つと負けるがあって日沼さんって呼ぶのかな日沼さんはこういう言い方申し訳ないんだけども48でフリーターだろでもうその道諦めたって自分でも思ってんだろその賭けけには負けたんだ,だから君の人生が負けたんじゃなくてその賭けに負けたっていうことを正直に認めようよ。 賭けに負けたんだから次の賭けなり何なりチャレンジすればいいのに負けたことを引きずるかもしくは負けたことを認めたくないのでずずずるずるずるっと伸ばしちゃってるわけだよな。だから俺らみたいな自分の才覚で生きていく人間は勝ち負けがあるんだそれはやっぱ負け犬っていうのは存在するんだよ僕らみたいな職業でそれはその状態では作家になれなかった文章として食えなかった負け犬なんだから次の人生を立ち上げるしかないんだ。 次ののの人生の立ち上げの時期がずっと遅れて、それはね多分まだ前の、ね、賭けに未練があるか前の賭けに勝ったか負けたかの、ね、結論を出したくないと思うんだけどももう48でさ家族いるんだからさそれは家族がいる時点で別の意味であの別のジャンルで勝ち負けで言えば勝ちなわけじゃん。だから親戚から紹介された仕事がしんどかったんだったら楽な仕事探してもいいし何してもいいしその日暮らしでもいいよ。 とりあえず家族を食わして生きていくことをちゃんと目標にしようよ普通のことを目標にできないって思うのは一番最初にやった賭けにまだこだわってるからだそれは勝ち負けが出ちゃったんだからさもういいじゃん普通に真面目に生きていくことだけを目標にした方が俺らみたいな勝ち負けのある人生を選んじゃった人間はそれが何かね約束だと思います。